こんにちは、ピアノ教師の野口浩太です。そして一般社団法人 PPF 協会代表の今村園子さんです。今週も2人でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。園子さんは、まあ、園子さんって呼んでいい？皆さんからも。うん、何でもいい。園子さんはね、コミュニケーションのプロなんですね。もうプロっていうか、もう超絶プロフェッショナルなんですけれども、なんでこのピアノ教師のチャンネルに出ていただいてるかっていうと、まあ、ピアノのレッスンっていうのは、まあ、コミュニケーションの連続でしかない。コミュニケーションがないと、レッスンなんてもう全然成立しないってことと、あとね、今このシリーズで、主にね、この皆、届けたい相手っていうのは、お子さんにピアノを習わせている保護者の方々なんだよね。で、その人たちってね、まあまあ悩みが多いのよ。ちょっとヤフー知恵袋とかで検索してみてください。めちゃくちゃ悩み相談多いから。ね。っていうのは、まあ過去ね、この日本のピアノ教育協会っていうのは、レッスン室では当然、先生がレッスンをします。ただし、サブ先生としてお母さん先生が求められていたっていうのがあるんですね。だからレッスン室で先生がレッスンしてんだけど、それを必死に書き留めてるのはお母さんなわけ。ね。で、お家に帰ったらお母さんが今度お母さん先生にならなくちゃいけないっていうね。まあそういうようなところが、お母さんっていうのは別に音楽の専門的なこの何技術を持ってるわけでもないし、知識もない中でそれをやってこなくちゃいけなかったっていう、まあそういうのがあって、まだね、なんていうのかな、今だいぶなくなってきてるけれども、なんか意識としてまだ残っている。そんな中で自分なんかがこの子供にピアノを習わせていいんだろうかだったりとか、この子供のレッスンをちゃんと有効にできてるんだろうかとかね、どういう声掛けをすればいいのか、先生とどうやって対峙すればいいのかってね、まあ悩みが尽きないわけですよ。まあそこに召喚されたのが、されたとかしたらご登場いただいたのがこの園子軍曹でございます。軍曹です。ということでこのシリーズを始めているんですが、今回はその保護者さんがそのピアノの先生、お子さんの先生にどういうふうに接していけばいいのかという観点で、まあ、ここから3回シリーズでやっていきたいと思うんですね。で、園子さんの PPF、パーソナルプロファイリングというのは、まず入り口として、この人間って大きく、この3つのタイプ、まあ、軸って呼んでるね、相手軸、自分軸、社会軸の人がいるよっていうところから始まっていくので、その3つの軸についてまずは簡単にね、教えてください。はい、パーソナルプロファイリング、今浩太さんがおっしゃってくださったように、入り口が3つの軸でできてます。で、軸って何かというと、まず皆さんモチベーションという言葉は聞いたことあると思うんですけれども、モチベーションが上がるとか下がるとか維持できないとかっていうね、のがお悩みの一つだと思いますけれども、この下がりにくいモチベーションっていうのがあって、それが相手軸、自分軸、社会軸って分かれてます。で、相手軸っていうのはじゃあ何がモチベーションになるかというと、好きな人とか身近な人が喜ぶことが、頑張る、バロメーターになっていたりとか、あとは好きな人が悲しまないんだったら頑張ろうとかっていう主体性ではなくて、好きな人が基準でモチベーションが上がるという人たち。そして自分軸の人たちというのは、好きな人ももちろんいるし、大切な人を大切にしたいという気持ちはありますが、自分が成長しなかったら人なんか守れないでしょっていうのがあるので、まずは自己成長、まずは自分の利益っていうのを生んでから人に対して気配りをしていこうよという人たちなので、自分が成長するって思ったりとか、欲しいものが手に入るって思ったりするとモチベーションが上がって、それが絶対欲しいよっていうと、それが継続していくよという人たちです。はい。で、最後の社会軸ですけれども、大切な人もいます。自分も成長したい、そりゃそうですよと。ね、成長したくないなんて思ってないけれども、成長しようとか、大事な人のために何かやろうって思っても、なかなかモチベーションは継続しない。だけれども、社会が変わるとか、なんかこれをやるとすごいことになるかもしれないとかっていうね、ことを想像するとワクワクしてそれが止まらなくなってくる。なので、
まあ、もう一個言わせていただくと、2になっちゃったけど、もう一個言わせていただくと、うんうん、ね、例えば、コンサートって皆さんね、行かれたりすると思いますけれども、ね、相手塾は、じゃあ、自分の先生が出てるコンサートだから行こうか、うん、行く行く、先生の見たいってなるわけですよ。でも、自分塾の人たちは自分の勉強になるから行く。ね、社会塾はいきなり大きなホール、サントリーホールに行って、コンサートを見せて、見る側じゃなくて、あなたはあそこに立つ人。だからこれ見に来たのよ。想像するために、未来のイメージするために来たのよ。っていう連れてき方なわけですよ。はいはい。このぐらいね、ちょっとずつ違う、ちょっとずつというか、まあ、大きく違う入り口だよということです。よろしいでしょうか、こんな感じで。はい、ありがとうございます。ちなみに、今ね、この僕のチャンネルの登録者さん、視聴者さんたちで、まあ、イメージしやすい人っていうと、まず、その子さんが相手塾です。で、僕は、自分塾です。それから時々登場しているカズン先生。カズン先生はバリバリ社会塾です。はい、僕はこの社会塾とはもうこう接している中で、うわ、社会塾すげえとかって、僕は今こういろいろと見えてきてるところがあって面白いんですけれども、うん、ね、ちょっと話先に進める前にね、僕、園子さんに聞きたいことがあって、はい、このね、三軸の話って、ちょっとこの、うん、僕も知ってきたからさ、いろんな、まあ、話できる人とちょっとするわけですよね。うんうん、そうするとさ、この自分軸っていうことに対して、なんかちょっとネガティブなイメージを、こう、なんか持たれやすいというか、なんか自分自己中みたいな、そこと結びつけちゃって判断して、うわー、やっぱり私、こう、自分軸なんだ、やべーとか、なんか、そういうリアクションが、あったりとかするんだけど、そのあたり、ちょっとどうですか？そう、よく言われる、自分軸の人たちは自己中、まあ、自分勝手とかね、思われるんだけど、そういうことじゃなくって、どの軸もね、ちゃんと育ってなかったら、みんなやばいやつなんですよ。ね、例えば相手軸って聞くとなんか優しそうな感じがするけれども、うん、周りの人の意見ばっかりに左右されて自分が出せない人になっていくし、はい、粘着質になってなんで私には優しくしてくれないのとかね、うんうんうん、私はこんなに頑張ってるのになんであの人はやってくれないのとかって悪口が多くなってくるわけですよ。で、自分軸ももちろんね、ちゃんと育ってなければ自分勝手になってくるし、自分の利益優先ってなってくる。だけれども、そうじゃなくて自分軸がちゃんと育っ、まあ、どの軸もちゃんと育てるための、メソッドなので、はい、自分軸の人たちはもともとが合理的にはできてます。もちろん。ね、美味しくないものは美味しいと言えないし、必要じゃないもの必要と言えないし、もし言える社交術を身につけていたとしても、目の奥が笑ってなかったりとかね。そわそわしてたりとか、ということはつまりって畳み込んでいたりとかするわけですよ。だけど、この人たちの優しさっていうのは、自分が成長して人の役に立つとか、成長することで人の役に立ちたいな、成長すること、何かを得ることによって人を安心させたいなとかっていうふうに、まず自分が成長してから人の役に立とうということなので、自分勝手でも何でもないです。どの軸も、裾野にいる人は全員自分勝手。そう。上がっていけば全然違うから。そういうことだよね。はい、だから、なんていうのかな、この優劣では全然ないっていうことを、でいいよね。合ってるよね。うん。グー、チョキ、パーですよ。あ、はい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 。ね。どれが強いわけじゃなくて、こう、サーキュレーションで回ってるっていうね、うちの講座でもやってますけれども、こう、何には何が入りやすいとかっていう関係なだけであって、あとは、どの、何、コースを登っていくと、頂上に行きやすいのかっていうことですよね。そうですよね。まあ、だから、このあたりのことを、まず、前提にね、ちょっと、上で話をこう展開していかないといけないなってよくちょっと思ったので、ちょっと途中でしたけども質問させていただきました。ありがとうございます、うん、はい。で、ここからが本題です。ピアノを習わせている保護者の方、まあ主にお母さんが多いんですけれども、まあお母さん、そのご自分のお子さんの先生に対してどういうふうなアプローチをしていけばいいかということなんですが、これね、まあ、三軸っていうところを基本、起点にして話していくので、もうシリーズものにします。今回は
先生が相手軸の場合というところにテーマを絞って、で、それで話をしていきたいんですが、まず、その先生のこの三軸がどの軸なのかっていうことは簡単に調べられます。この動画の説明欄に、何でしたっけ、ストーリー。ストーリーという雑誌のサイトのリンクを貼ってあります。そちらにね、その子さんの PPF がクローズアップされていて、生年月日を入力するフォーマットがあるんですね。で、入力して軸を見るって、この探すって、調べるって押してください。そうすると、パッと出てきますので、まずはね、そちらをこう調べてからこの先見てくださいね。はい。はい。ということで、まずは、先生が相手軸の場合、お話を進めていきたいと思うんですが、これ、お子さんの軸っていうことを、まず、それも同時に調べた上で、まあ、お子さんが相手軸の場合、自分軸の場合、社会軸の場合、ということで、モデルケースを作ってお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。先生が相手軸だった場合のお母さんの接し方ということでいいですよね。はい。はい。相手軸の先生は、一緒とか、協調共感が好きなので、一緒に頑張りましょうとか、あと、先生、私、音楽のこととか全然わからないんですけれども、先生にご迷惑をおかけしちゃうこともいっぱいあると思うんですけど、大丈夫ですかとか、気遣いとか、はい、可愛らしさとか。なので、例えば、教室に入るとき、私、ちょっとどういうシチュエーションかそれぞれですね、先生たち違うと思いますけれども、うん、笑顔で行った方がいいです。はい、相手軸ってね、基本笑顔なんですよ。はい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 、例えばコンビニで買い物するときでも、はいって言っちゃうんです。うん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 。レジの人にね、うん、言っちゃうぐらい、基本笑顔なので、笑顔の人が好きだし、安心するんですよ。はいはいはい、なので、お母さんも、先生、こんにちはって行くと、こんにちは、なんとかくんのママってなって、いい人間関係がまず築けていくんですね。うん、はいはい。で、うちの子、こうなんですけれども、大丈夫ですか、先生とか。うん、で心配してる人に対して優しくしなきゃと思うので、あ、大丈夫ですよお母さん、大丈夫大丈夫って励ましてくれるから、はい、先生ありがとうございますって言って、このありがとうも忘れないようにしましょう。なるほどね、うん、そうね、そうね。いや、僕がやっやってほしくないことをやってほしいんだなって思った。確かに確かに確かに、無駄なことをやってほしいんですよ。だから、その、この子の、このピアノのことでの心配っていうのは、僕が預けられてることのお仕事だと思ってるから、そこのところに、その、なんていうのかな、介入するなっていうのはちょっと違う、僕の表現があれなのかもしれないけども、うん、そこを、で、この場においては、お任せくださいのことだよねっていうのがあるから、そう。ああ、はいはいはい。ごめんなさい。わかりました。うん。だから、もちろん相手軸の中でもね、もっといっぱい分かれてくるから、うんうん、一概には言えないんだけれども、絶対大事なのは、うん、ありがとう、ごめんなさいをしっかり言うこと。はい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 、はい。例えば、今思いついたけど、遅れていった時、うん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 。に、言い訳から入っちゃう人っているじゃないですか。はい、うんうんうん。うん。で、それが、理由を言うことが誤ってると思っちゃってたりとか、はい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 。先生、道路が渋滞しててとか、うんうん。の前に、うん、先生、本当にごめんなさい、遅れてしまって、先生の貴重なお時間って、うんうん。謝ると許すんですよ。はい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 、はい。この感謝と謝罪の言葉がしっかり言えない人に対して、ちょっと人間扱いができないのが相手軸です。なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい。じゃあ、まあ、そこからちょっと掘り下げて、じゃあ、このプラス、お子さんが相手軸、同じ相手軸の場合っていうのは何かありますか？そうですね。先生に気をつけてもらうことを言いたいわけですよね。うん、はい。あ、先生に、こう、どう接する。あ、まあ、そうですね。うんうん。ですね。先生と子供がどういう関係を築いてほしいのかを、滑らかに、はいはい、誘導的に知らせたいわけですよね。あ、そうですね、そうですね。うん、ですよね。ってことは、相手軸の子供と先生は多分合うんですよ。はい。ね、うちの子すごい、引っ込み思案だったりするし、人見知りだったりするんですけれども、うん、なんか先生のことは大好きみたいで。で、
好きって言われると好きになるのが相手軸なんですよ。大好き大好き大好きって言われたら、あ、じゃあ好きになっちゃうかなってなるので、はいはいはい、だからあのこちらから門戸を開けると安心してあの人間関係作ろうと思うので、うん、うちの子先生が大好きでとか人見知りするので、うちの子先生だったら任せられるんじゃないかと思ってっていう人間性が素晴らしいということをお伝えして、うんうん、で、あの、好きな先生だから通えるし、うん、で、好きだからやっていけるっていう子供みたいなので、で、まだそれがね、人間関係が構築できてないようなのであれば、あ、コウタさん止まった。大丈夫。あの、まだできてない段階であればね、あの、すごく生意気なことを言うようですけれども、先生の人柄を見ていて、先生の人柄だったらうちの子大丈夫なんじゃないかなと思って、あの、ぜひ通わせたいと思ったんです、とか。なるほど、なるほど。うんうん、納得。ただその先生の優しさが開いてくるから、うん、はい、はい、うん。この子には優しく接してあげよう。で、うん、相手軸の子は優しいのが好きだから、うん。優しく接してくれることによって先生大好きってなって人間関係ができていく。で、途中途中で、あの、本当に先生ありがとうございます。うちの子ピアノ通うのがすごく楽しいみたいで、家にいるよりなんかリラックスしてる感じなんですよね、とか。うんうんうん。と、なんかすごくやってる甲斐が先生も出てくるし。はいはいはい。人間関係ができますね。はいはい。なるほど。いや、なんか、僕はもう、もう自分軸の、あれなので、あの、全然響かないこと。でしょうね。そう。まあ、そんな、あの、まあ、自分軸の話を今しましたけど、僕はね、お子さんが、ね、自分軸の場合、うん、の、あの、声掛けというのはいかがでしょうか。相手軸の先生ですよね。そうですね。はい。あの、先生、うちの子供申し訳ないです。子供のくせにドライなんですよ。案外と。なので、あの、そんなに気にしないで、ね、あの、どんな調子かなとか気にしないで、あの、課題を与えてどうやればいいのかとかっていう具体的な方法であるとか、とにかく具体的に実践的なことを端的に教えていただけるとすごく入ってくるんです。ただ、そこに装飾語がついちゃうと、先生が何言ってるかわからないってなりやすいんです。学校でもそうなんですけど、とか。なので、端的に。で、もう、基本、先生にお任せします。私、プロでも何でもないですし、はいはい、先生はピアノのプロなので、私が口を出すようなことではないと思うので、ね、これ、あの、コウタさんに出てきますよ。ね、あの、ピアノのプロに私が何を言うって話ではないし、この時間は先生が、あの、親だと思って私は、あの、お預けしますので、ぜひぜひ、あの、先生が思うように導いていただければと思います。で、足りないことがあったら具体的に私に伝えていただければいいので、ただ、うちの子、まあ、先生が思ってるほど、子供っぽく扱わなくても大丈夫だと思います。ね。まあ、今、あの、その、今僕にね、あの、言ってくださったっていうのは、その自分、先生が、自分軸の場合のね、話。うん、あ、そうですね。そうですね。そっかそっか、そうだよね。まあ、だから相手、ね、うん、相手、でも相手軸の先生、どうしても気を使いがちなので、はい、はい、はい。周りくどい言い方をしてしまったりとか、うん、大丈夫だよ、とか、励ましたりするわけですよ。平気平気とか落ち込んでるときに、はい、大丈夫だよ、できるから、はいと、うんうん、なんてやっちゃったりするわけですけど、そんな言い方しないと思うよね。うん、失礼だけど。そう、まあ、そんな気持ちになってしまうけれども、自分軸の子供たちが落ち込んでる時っていうのは大体悔しい時なんですよ。はい。なので、うん、あの、励ますというよりは、トライさせること。はい。クリアさせることのに全力注いでくださいと。はい。で、それが克服できた時に自信になってくるし、本当にそれが人間関係、先生との絆になってくるので、甘やかさないでトライさせる。で、トライ&エラーじゃないですけど、トライしてクリアする、トライしてクリアするっていう風に、僕が頑張ると、私が頑張ると、結果が出るんだっていうことを体験させてあげること。
それでこの先生は信頼できるとか、この先生好きってなります。あの、僕はもともと元ピアノ教室の生徒だったわけじゃないですか。ね。で、その、褒められるっていうことが、ちょっと苦手だったのね。で、それなぜ苦手だったかっていうと、そんな自分の感覚としてそんなにうまくいってないものに対して、この、今の良かったじゃないとか、すごいじゃないとかね、そういうふうに言われたときに、その、で、僕、この、割とそういう大人の言葉ってこう素直に入ってきちゃう部分もあって、で、そうすると、あ、今のが良かったんだみたいな感じになるわけよ、ね。で、その、そしたら、このね、また次も、僕にとって褒められる言葉って、あの、単純に情報だから、あの、今のやり方で OK だったんだっていう、そう、そうすると、僕今度、あの、今自分がいいと思ってなかったことを、多分今答えられてないよねっていうものを、その褒められる、いい、これでよしだよって言われることによって、あの、混乱するんですよ。だから、あの、褒められて、僕、こう、その次の瞬間、褒められました、言葉上だけかもしれないし、それはわかんないけど、褒められた次の瞬間、一旦崩れるっていうことを、何度も経験してて、あそこら辺もっと深く掘り下げていくといろいろあるかもしれないから、今ね、あの、そういうことがあったっていうシェアの話なんですけど、本当にね、実の伴わない褒め言葉っていうのが、マジで狂わせるの。コートさんみたいに素直に狂っちゃう子もいるし、最初から嘘ついてるこの先生って思う人もいると思う。だから、相手軸ってすごく優しく接してほしいけれども、自分軸って、その無駄な褒め言葉いらないんですよ。なんでかっていうと、やりたくてやってるでしょ、そう。自分はこうなりたいです。ここまでにこうなりたいってものがあってやっているので、褒めるというよりは、評価をしてくれればいいんですよ。正当な評価。評価。はい。うん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 。だから、今回は、コタ君頑張ってきたから、よかったね、ここまでできたよ。前回はこんだけ良くなってるよっていう評価をしてほしい。でも、今回頑張ってないでしょ、練習してこなかったでしょ。この間よりも下がってるよ。先生ちゃんと見ててくれる。これが信頼になるんですよね。うん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 、だから、変なリップサービスはいらない。自分塾の子供に。そうね。できたかできないか、なぜできてないのか、なぜできたのか。そうね、ちゃんと言ってくれる先生が好きです。もう本当にその通りです。はい、まあ。ということで、まあ、自分軸の お子さんの場合という話でしたが、まあ、最後にお子さんが社会軸の場合、まあ、はい、相手軸の先生に対して、お子さんは社会軸の場合、どういうふうにオーダーをするかということですね。はい。これね、一番多分相手軸が苦手なお子さんなんですよ。はいはいはい、ね、寄り添い型の相手塾の先生の言葉というのは社会塾に入っていかないんですね。はいはいはい、なので、とにかくね、社会塾は褒めなきゃいけないんです。自分塾と全然違って。なので、大げさに腹式呼吸で、オーバーアクションで褒めなきゃいけないんですよ。はい、ね、何ができたじゃなくて、あなたの存在がとか、もう、何々ちゃんがピアノの底に座ってるだけで絵になるとかね。あと今全然練習してなかったとしても、未来を想像しながら褒めてあげればいいんです。全然練習してこなかった何々くん、太郎くんが練習してきませんでした。太郎くんほどの才能がある子が練習してこないのすごくもったいないとか、ってやってほしいんですよね。なので、まあこの先生が相手塾でお母さんが何かアドバイスするんだとしたら、先生うちの子本当申し訳ないんですけど気分にムラがありますと。で、大体の話聞いてないんですけれども、褒め言葉だけは 120% 受け入れるんですよと。なので、本当に申し訳ないんですけど、親がこんなこと言うの本当申し訳ないんですけど、オーバーアクションで褒めていただけるとすごく伸びるんです。とか。で、先生が相手塾だったら、
あ、ここまで言ってくれるんだったら頑張ろうかなとか、コミュニケーション図ってくる親御さん嫌いじゃないと思うので、うん、でも、あと、ずうずうしい人はでも嫌いだから、はいはいはい、相手軸ね、うん。なので、こうしてもらえるとありがたいんですけど、って言って、こう、やってくださいとかではなくてね、はいはいはい、どーって止まって、うん、あ、お母さん大丈夫ですよって、なんとかく、なんかこうね、ノリのいい子だなって思ったんでって、え、先生分かってくれたんですかみたいな。さすがです、先生。まあ、うちの子そんな子なので、多分すごくご迷惑をおかけすると思いますけれども、うん、楽しい時はすごい楽しい子なのでお願いします、みたいな感じで言っていただき、はい、先生にはオーバーアクションで腹式呼吸で、改めていただくという感じに接してもらえればいいと思います。はい。本当にね。まあ、そこにさ、お母さんご自身がさ、この何軸なのかっていうことも関わってくるんだけども、そこら辺は、本当にその、この間ね、前回か前々回の動画で、その子さんがおっしゃってた通り、韓国に行ったら韓国語喋るでしょって。ね。英語圏行ったら英語を喋るでしょって。だから使う言語を変えるっていう、別に自分を曲げるとかじゃないよね。うん。うん、その通り。だよね。だから目的っていうことが、お子さんにピアノというものをって、ね、こう、なんていうのかな、このいい、充実したね、このものにしたいっていう目的があった上での手段の話だから、うん、別に自分を曲げてくださいねって、そういう話じゃないから皆さん、うん、ご心配なくっていうことで。そんな怖い怖い、自分負けたら怖いですよ、お母さん。お母さんが自信がなくなっていっちゃいます。そうそうそう。ね。ということでした。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ですね、その子さんの公式 LINE というのがあります。この説明欄に貼ってあります。月に1回ね、面白い LINE が届いてくるそうですよ。よろしければご登録ください。それからね、ブログのリンク、ホームページのリンクも貼ってありますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。それでは、チャンネル登録、高評価ボタンぜひお願いします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。